はい、こんにちは、116インズです。 MLB は残念ながらロックアウトに突入してしまったため、本来であればこの時期一番の楽しみである移籍市場も完全にストップしてしまいました。毎朝ツイッターなど見ながら、おお、この選手ここに移籍したかとニュース見て一喜一憂できないのがファンとしても残念な限りですが、ただその代わりにロックアウトを見越して、甲府の FA 市場は11月からかなり動きも早かったですよね。通常であれば市場の注目選手は12月や1月頃まで待ってオファーを熟考するのが普通でしたが、甲府は大物選手であってもどんどん契約に動いて、比喩表現抜きに毎日誰かしら大型契約を結んでいた印象もあります。ある程度選手も動きましたので、今回はロックアウト前の時点での個人的に考えるオフの勝者、ここまでかなり順調にチームの思惑通りに補強に成功しているチームをここでは勝者とし、逆にここまであまり動けていない、思い通りの動きができていないチームを敗者として、現段階のオフの勝者敗者を考えていきたいなと思います。もちろんロックアウトが明ければ再び移籍市場も再開するので、現段階でうまくいっている、うまくいっていないからといってどうというわけではないんですが、あくまでロックアウトまでにどう動けたか、まあオフの中間発表的な感じで楽しんでいただけたらなと思います。さあ、それでは見ていきましょう。はい、まずはうまくいっているチームから見ていきますが、なんといってもレンジャーズですよ。ここまでのオフの主役といってもいいくらい目立ってますよね。今季102敗を喫し、シーズン中にはギャロをトレードしたりと、まだまだ再建中の印象が拭えないチームですが、コンフは FA にお金を使っていくとクリス・ヤング GM が明言しており、実際その通りとなりました。コンフのショート市場の注目選手2人をまとめて獲得し、コーリー・シーガーと10年総額3億2500万ドル、マーカス・セミエンとは7年総額1億7500万ドル、合わせて5億ドル以上のお金を二遊間に投じて強化に動いてきました。今季 MVP クラスの活躍を見せたセミエンとシーガーが同じチームで二遊間組むと思うとなかなかワクワクしますよね。また課題の先発陣についても、ロッキーズから FA となっていたジョン・グレイと4年契約。グレイは打者天国のクアーズフィールドにかなり苦しめられていた感じもありましたし、レンジャーズで一気にポテンシャル開花してもおかしくないかなと期待している選手です。今のところレンジャーズは欲しがっていた選手みんな獲得できているんじゃないですかね。もちろんコスパが必ずしもいいかといえばそうではなく、シーガーにしてもセミエンにしてもちょっと契約長いかなというふうには個人的にも思いはするんですが、間違いなく102敗したチームから大きく前進しましたし、まだコンテンダーとは呼べないにしても不気味なチームとなってきました。はい、続いてはメッツですね。メッツもまたレンジャーズと並んでここまでオフの主役的なチームですよね。昨年オフもリンドアを獲得するなど積極的な補強に動いて地区優勝候補と目されましたが、主力選手の怪我ですとか不振に泣かされ、終わってみれば勝率5割にすら届かず、この状況を MLB で最も裕福なオーナーにして、メッツファンでもあるスティーブ・コーエンが許すはずもなく、贅沢税ガン無視の補強をここまで敢行しています。1日でマーテ、キャナ、エスコバ3人と契約し話題となったのもそうですが、なんといっても37歳シャーザーとの歴史的な大型契約ですよね。ドジャース残留濃厚と言われていた彼を引っ張ってこれたのはすごいですよ。デグロムとのダブルエース体制めちゃくちゃ楽しみですし、今季のピッチングからしてまだまだ一戦級の活躍に期待できそうですから、プレーオフでの経験も含めてメッツにとって大きな力となってくれるでしょう。もう一枚ソリッドな先発プラスできれば、ウォーカーも含めてなかなか強力な先発ローテーションとなるのではないでしょうか。またこれ以外にもコンフォルトが抜けるなど課題となっていた外野陣に、マーテとキャナというものすごく目立つわけではないけど、しっかり成績を残してくれる選手を加えることができたのも非常に好印象ですね。コーエンオーナーの資金力もあって、メッツまだまだ補強しそうな雰囲気もありますので、ロックアウトが明けた後の動きにも注目したいです。現時点の勝者3チーム目は個人的にマイアミマーリンズを推したいなと。マーリンズは再建中ながら短縮シーズンの2020年に予想外に NLDS まで進みましたが、今季は地区4位。しかし若手の実力者揃いの先発陣が今季結果を残し、打線を強化することさえできれば、今後プレーオフ争いにも絡んでいけそうな状況となってきましたので、このオフは野手の補強にかなり積極的に動いています。特に守備にも定評のある実力者を着実に集めている印象で、今季キャリア最多となる29ホーマーを放ったアビサイル・ガルシアと4年契約。キャッチャーでは今季 MLB 最多となる DRS プラス21を記録したジェイコブ・スタリングスをパイレーツから獲得。さらにレイズから内野を複数ポジションを守れるジョイ・ウェンドルを獲得するなど、やりたいことをきっちりやっている印象がありますね。スタリングス、ウェンドルともにウィンザーボールリプレイスメント年間で3から4くらい稼いでくれそうですし、またガルシアもマーリンズに欠けていた中軸クラスのバッターとしての活躍に期待できそうですね。さらにマーリンズはシュワーバーなどさらなる強打者の獲得を狙っているようですので、こちらもロックアウトの後どうなるでしょうか。またしれっと先発の柱に成長したサンディ・アルカンタラと5年総額5600万ドルと、彼の今の市場価値考えたらめちゃくちゃ格安な契約延長にも成功し、これもまた憎い動きだなと。
レンジャーズやメッツのような派手さはないかもしれませんが、個人的にはめちゃくちゃいい動きしているなと思いましたね。さあここからは逆にここまであまりうまくいっていないチームを見ていきますが、まずはアスレチックスですね。アスレチックスは今季コンテンダーとして迎えましたが、シーズン終盤のブルペンの崩壊が響き、プレーオフ進出を逃してしまいました。チームの財政状況が芳しくないことから、来季年俸が一気に上昇するであろうマット・オルソンやクリス・バシットなどの主力選手のトレードでチーム解体に動くと言われていますが、ロックアウトまでにトレードを成立させることはできませんでした。FA 市場の勢いがありすぎてトレード市場が発展しなかった部分もあると思うんですけれども、ロックアウトがいつまで続くか不透明な中、アスレチックスにとって現状決して好ましい状況ではないでしょう。今のところ実現したのがメルヴィン監督の放出だけですからね。ロックアウトが明けた後、 FA 選手の契約がまず最初に進みそうですが、その中でオルソン、チャップマン、バシット、マナエア、もしかしたらモンタースのトレードもありそうですが、彼らを安売りすることなくアスレチックスが満足できる条件で売ることができるのか、ロックアウトがいつまで続くかによっては時間的な制約も出てきそうですし、アスレチックスのフロントがいかにしてこの後トレードをまとめてくるのか、その手腕が試されます。はい、続いてはドジャースですね。ドジャースは別にコンフがうまくいかなくとも MLB 屈指の強豪球団であることに変わりはないんですが、それでもここまでのドジャースのオフはうまくいっているとは少なくとも言えないでしょう。夏にトレイターナーを連れてきた時点でシーガー流出には備えていましたので、それはいいにしてもシャーザーの流出が本当に痛い。あれだけドジャース残留濃厚、西海岸志向があるみたいに言われていたシャーザーをメッツにかっさらわれた事実は重いんじゃないかと。シーズン終盤大事な試合を任されてきたシャーザーがいなくなったのは先発陣にとっても大きな打撃ですし、一応ヒーニーは獲得しましたが、彼もどうなるかは未知数です。さらにカーショーの移籍の可能性もゼロではなく、シャーザーに加えてカーショーもいなくなった場合にはローテ事情かなり苦しくなる印象です。シャーザーを失った以上、カーショーは絶対に何が何でも残さないといけないんじゃないですかね。それくらいシャーザーのマイナスが個人的には相当大きく感じています。ただマイナスばかりではなく、テイラーを残せたのは良かったかなと思ってますね。全チームにフィットするスーパーユーティリティですが、ドジャースがクオリファイングオファーを提示したことで各チームに二の足を踏み、その間に再契約にこぎつけたのはうまかったかなと。金額も2015年にベン・ゾブリストがカブスと結んだものに近く、当時のゾブリストと比べて3歳若いテイラーをこの契約で残せたのはバーゲンだと思いますので、これは良かったかなと思いました。はい、最後ヤンキースですね。本当に悪の帝国と呼ばれたチームは一体どこ行ったんだという感じで、ここまでの動きはジョエリ・ロドリゲスと再契約したのみです。ヤンキースはトーレスがショート失格となったため、新しいレギュラー格のショートと、さらにコールに次ぐ先発2番手も欲しい状況で、これに加えてファースト獲得も狙っているみたいな話もありますが、今のところどれも実現はしていないと。先発補強を狙ってジャスティン・バーランダーにオファーした話も出ていましたが、アストロズと再契約に合意したと報道されていますので、こちらは失敗。ヤンキースのショートの補強にはカルロス・コレアの名前がしばしば上がりますが、シーガーがレンジャーズとあの規模の契約を結んだ以上、コレアとの契約にはおそらく最低でも3億4000万ドル、3億5000万ドルくらいは必要になってしまったかなと。そうなるとヤンキースも総年俸にめちゃくちゃ余裕があるというわけではないですので、コレアはもうヤンキースにとっては予算オーバーなのかなという感じがしてしまうんですけれども、こちらどうなんですかね。だからヤンキースショートが欲しいとは言いながらも、一体誰を取るのか、ストーリーとかあるかななんて思ったりもしましたが、ここまで何の動きにも出ていない状況は、大補強に慣れすぎてしまったヤンキースファンの方にとってはかなり物足りない状況なんじゃないかと勝手に想像しています。はい、こんなところが個人的に考える現段階のオフの勝者敗者ですかね。あくまで現時点の評価ですが、うまくいっているチームとそうでないチーム、少し分かれたかなといった印象です。いつ終わるのかは分かりませんが、ロックアウトが終われば移籍市場も再び活性化する見込みですので、その時今うまくいっているチーム、うまくいっていないチームのオフの印象がどのように変わるのかもまた楽しみです。皆さんはコンフの各球団の動きに対する印象、ファンのチームの動きでも結構ですので、皆さんの抱いた印象なんかもコメント欄で教えていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。